体の分子運動論について勉強しましょう。熱いですね。熱いっていうのはどういうことでしょうか。ラボアジエの時代には元素というのはこんだけ種類があったんですね。自然界に広くあるものが5つ、非金属が6つ、金属が17個、土が5つです。で、その中のここにカロリック熱素っていうのがありますよね。暑いということは気温が高いということは、今日の空気の中に熱素がいっぱい含まれているというふうに考えたんです。でも熱素というものは結局発見されずに、じゃあ温度が高い低いというのはどういうことだろうというふうに考えたのがマクスウェルやボルツマンでした。これは気体がどのようなものであるかを示す装置です。このシリンダーの中にはこのような小さな鉄球がたくさん入っています。この一粒一粒が気体の分子に相当します。この分子はじっとしているのではなくて、実は猛スピードで飛び回っています。その様子を今から見てみましょう。この部分ですね。この部分が気体が猛スピードで動いている部分です。もし分子が止まってしまったら体積がなくなっちゃいます。体積がある、気体に体積があるということは分子が激しく動き回っているということなんですね。この一粒一粒の運動から今から温度とは何かというのを考えていきます。まず気体について考えていくんですが、難しく考えないで、こういう単原子分子、身近なものではヘリウムですね。ヘリウムについて運動を考えていきます。最終目標は温度とは何かというものですが、温度というのはこの式の中に含まれています。状態方程式です。この T の手がかりは圧力なんですね。圧力というのは断面積分の力です。次はこの力ですね。運動量変化と力積の関係式ですね。この式から力が求まるんです。つまり気体分子の運動量の変化、どこで運動量が変化するかというと、壁にぶつかる前と後で運動量が変化しますよね。この式から F を求めて、 F を断面積で割ったら圧力が出て、圧力から T が求まるという順番に、こちらから逆行していって T を求めることにしましょう。一辺がラージ L メートルの立方体の中に気体を閉じ込めておきましょう。その気体は単原子分子理想気体とします。単原子分子というのはヘリウム、ネオン、アルゴンですね。理想気体というのは壁にぶつかっても跳ね返り係数が1で跳ね返ってくるし、壁の面方向に摩擦が生じないし、それから単原子分子同士が衝突することもなく、単原子分子同士質量を持っているのに引っ張り合う、万有引力で引っ張り合ったりしない、つまり位置エネルギーを持たない、そういうような計算上楽な分子のことを単原子分子理想気体と言います。この分子が一粒は mkg で n 粒存在していて、速度はすべて v、 跳ね返っても v、 跳ね返っても v という速度で運動しています。うじゃうじゃいるわけですね。たくさんいるという状況です。この分子の運動から温度は何でしょうねっていうふうに考えていきます。最終目標は温度 t ですが、温度 t を求めるために圧力 p を求めましょう。その圧力 p を求めるために力 f を求めます。力 f を出すために力積 ft を求めていくという順番になります。ではまず力積からいきましょう。まずたくさんいる気体分子の中の一粒だけ、代表選手について考えていきます。この一粒は、任意の方向ですね、斜め方向に飛んでいます。その速さが v です。 v で壁にぶつかって v で跳ね返るんですね。
摩擦がないし跳ね返り係数は1、つまりエネルギーを損失しないので V でぶつかって V で跳ね返ります。この時、壁に与える力積を考えます。気体分子が受ける力積を求めて、その反作用から壁が受ける力積を求めてみましょう。絵に描いてあるように、斜め方向の V の X 成分、Y 成分、Z 成分もあるんですよ。 Z 成分はこちらから見たら無視できますね。つまり壁には垂直に VX という速度で当たります。で、VX という速度で跳ね返っていきます。右向きをプラスの座標を取ると力積と運動量変化の関係式に代入すると、後の運動量は左向きに VX で飛んできますからマイナスの MVX、 衝突前の運動量は右向きに飛んでいますからプラス MVX を引き算します。そうするとこれは気体分子が受けた力積になります。つまり気体分子が壁から受けた力積はマイナス 2MVX、 マイナスですから左向きに衝撃を受けたということになります。つまり壁が受けた力積は右向きに 2MVX、 気体分子がドーンとぶつかると壁は右向きプラス方向に力積を受けたわけです。ちなみに VY というこの速度は摩擦がないですから壁の面方向には力を加えることができませんから力積はありません。これが一粒の気体分子が1回ぶつかった時に壁が受ける力積です。次はこの気体分子斜めに飛んでるんですけども1秒間に何回この壁にぶつかるのかなという計算をします。こういって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 ぶつかる、こういってこういってこういってぶつかる、こういってこういってこういってぶつかるわけですね。1秒間に何回ぶつかるかを計算します。 X 方向の距離は L です。 X 方向の速度は VX です。ぶつかった後も X 方向の速度は反対向きになりますが VX を維持します。気体分子はぶつかってから左 X 方向に L 進んで右へ L 進んで VX の速さで 2L を進んで1回ぶつかるんですよ。 VX 分の 2L 秒で1回ぶつかるんです。では1秒間で何回ぶつかるでしょう。これを計算すると1秒間にぶつかる回数、この壁にぶつかる回数は 2L 分の VX 回というふうになります。はい、1回の衝突で 2MVX の力積をこの壁に与えました。1秒間にはこれだけの回数ぶつかるから1回で与える力積、1秒間にぶつかる回数掛け算をして L 分の MVX2 乗の力積を与えることになります。これが壁が受ける1秒間の力積になるんで、この値が F ということになります。 F が求まりました。一粒の単原子分子理想気体から壁が受ける力は L 分の MVX 次乗ということが分かりました。ちょっと疑問に思う人がいるかもしれないんで簡単に解説をします。この壁がこの気体分子から受ける力積というのはこんな感じなんですね。ドンとぶつかってはどっか飛んでって、ドンとぶつかってはどっか飛んでって、力を受けたり受けなかったりっていうのが時間経過とともに現れてきます。で、この F というのは何を表しているかっていうと、このとんがった山を崩して、平らにすると平均的に F を受けていますよということを表しています。はい、次です。この立方体の中にはこういう気体分子が N 粒、ラージ N 粒存在していますから、一粒でこれだけの力を受けますからラージ N 粒でこれの N 倍の力を受けると考えます。ただしこの一粒はラージ N 粒あるうちの単なる一粒であって、クラスでいうとこれ中島君であってね、他の子もみんな中島くんかっていうと違いますよね。田中くん違いますよね。どこが違うかっていうと飛んでる向きが違うんです。速さは V なんだけどもいろんな方向に飛んでいますから、
X 成分がまちまちなんですね。だから中島君を N 倍するっていうんではなくて、平均的なもの、 N 粒の平均的な速さの X 成分の2乗を N 倍しなければいけません。つまり、はい、こう N 倍するだけではダメで、これが中島君の値なので、N 粒の平均的な VX の2乗という意味で、ここに横棒を乗せます。これ平均という意味、バーです。 VX 事乗バーというものを、平均的なものを N 倍したのが A が受ける全体の全ての気体分子からの力ということになります。はい、最初思い出してください。温度を求めるのが目標ですが、圧力を求める、力を求める、力積を求める、こういう順番に温度に迫っていきましょう。今 F まで来ましたね。 P を求めます。P というのはこの面が受ける圧力というのは、力を受ける力を断面積で割ったもの。この断面積は一辺がラージ L ですから、ね、この F を L 次乗で割ったもの、つまり L3 乗分のラージ N MVX 次乗バーとなります。 L3 乗はちょうどこの立方体の体積になります。はい、したがって圧力はラージ V 分のラージ N MVX 次乗バーとなります。圧力が求まりました。はい、温度に行く前にこの VX 次乗の平均値を少しシンプルにします。気体分子の速度は X 成分と Y 成分と Z 成分の2乗を足したもの、これピタゴラスの法則です。容器の中にはラージ N 粒、ものすごい数の気体分子がいるわけです。2粒や3粒ではありません。ものすごいたくさんの気体分子があるので、X 成分の速度の X 成分の2乗の平均値と Y 成分の2乗の平均と Z 成分の2乗の平均値が等しくなります。たくさんいるからね。そうすると、VY 次乗の平均値は VX 次乗の平均値ですから、ここに入れちゃう。VZ 次乗の平均値は VX 次乗の平均値だから、ここにこれを入れちゃう。そうするとこうなりますね。こうなりますね。つまり VX 次乗バーというのは、本来の速度 V 次乗バーの3分の1になります。これをここに入れると、はい、少し単純になりましたね。もう向きを考えずに、気体分子が、まあ、平均的に V で進んでいると、その2乗の平均値を入れて、分母に3分の1が来るという式になります。これが圧力の完成版です。はい、P が求まりました。よく見てみましょう。P と V がありますね。この V をこちらへ持っていきましょうか。ね、PV イコールなんとかかんとか。PV イコールなんか思いつきますね。はい、そうです。状態方程式ですね。ということは、この右辺とこの右辺は等しくなりますね。こうです。はい、温度が出てきましたね。P を求めると温度につながります。この温度とは何でしょうかが今日の目標です。よく見てください。MV 次乗、まあ、平均値がついてますけども、MV 次乗、何か思いつきませんか？運動エネルギーですよね。はい、左辺を変形すると、ちょっと運動エネルギーが見えてきたので、運動エネルギーを出してみました。3分の N にするために、2を消して、2倍して、分母と消して、このように変形しました。イコール NRT です。つまり、運動エネルギーはという式ができます。はい、こんな式になりました。温度が登場します。で、N は今この立方体の中に入っている分子の数。スモール N は何モルか、モルですね。R は気体定数ですね。で、こちらが運動エネルギーの平均値ですね。気体分子の一粒ですね。一粒の平均値。いろんな粒があると思いますが、平均値。という関係式ができます。ちょっとここで、N と N の関係を調べてみましょう。この式いけますかね。1モルって何でしょう。これアボガドロ数ね。アボガドロ数 6×10 の23乗粒今あれば、アボガドロ数分の 6×10 の23乗イコール1モル。アボガドロ数分の 12×10 の23乗粒あれば2モルっていう式です。ね、何モルっていうのは、アボガドロ数分の今ある分子の数が何モルって言います。これをここに入れましょう。これここに入れましょう。スモール N あるラージ N がここにありますね。イコール
ラージ NA 分の1になります。こんな式ができました。アボガドロ数分の期待定数、これ定数ですね、2分の3定数ですね、定数ですね、 T ですね。 T は気体分子の運動エネルギーの平均値に比例するという式です。 M が大きくなって、気体分子の運動エネルギーが大きくなったら T は大きくなる、V が大きくなって気体分子の運動エネルギーが大きくなったら T は大きくなる、熱くなるということですね。アボガドロ数分の気体定数を別の定数として扱います。ボルツマン定数と呼んでいます。はい、この暑苦しい人がボルツマンさんです。つまり温度というのは、絶対温度というのはね、2分の3かけるボルツマン定数で運動エネルギーの平均値を割ったもの、この空気中を気体分子がこう飛んでるんですね。こいつが持ってる運動エネルギーの平均値を2分の3ボルツマン定数で割ったものが温度です。つまりこれが分子とすると、これが熱いということなんですね。これが寒いということです。止まったら運動エネルギーゼロですから、絶対温度は 0度、絶対0度、マイナス273度というのは気体分子がこうしていること、ね、気体分子がこう動いていることはめっちゃ熱いと、ね、今日の温度ですよ。今日の温度見てみましょうか。今熱いんです、ね、ちょっと早口になってますけども、こんな温度ですよね、もう 34.3 度来てますよね。これがこの気体分子運動論の結論です。温度っていうのは何だろう、熱素じゃないんです。ここにいてる窒素や酸素が激しく運動している、運動エネルギーの大きなものを持っている場合はあっちちちね、ゆっくり動いている場合、エネルギー運動エネルギーが小さい場合は今日は涼しいというのが結論です。はい、せっかくなんで今ここを飛んでいる窒素分子、単原子じゃありませんけども、窒素分子がどんな速さで飛んでいるのか計算しちゃいましょう。窒素分子1つの質量は 28g あると1モルなんで、ね、アボガドロ数で割れば1粒の質量が分かります。キログラムにするためにマイナス3乗をつけています。 28g は10のマイナス3乗キログラム。 R は 8.31 です。アボガドロ数は 6×10 の23乗です。答えを出すと、窒素分子の速さは 517m/s ぐらいになります。秒速 500m ですね。猛烈な勢いの勢力の台風の風よりもずっと速いですね。新幹線より速いですね。これが同じ方向に向かったらすごい風になるんですが、もうランダムな方向に飛んでるんで風にはならないわけです。これが顔に当たってるのが摂氏30度以上、35度ぐらいということになります。つまり窒素分子が単原子分子理想気体だと考えると、すべての窒素分子が秒速500m以上でぶつかってくるという状態ですね。これ痛いじゃなくて熱なんですね。今日は35度かというのが、ものすごい運動エネルギーを持って気体分子がぶつかっていることとイコールになるというお話でした。